タケルも俺のことなんかみんなでいるときはお前とか言う、うんうん、だけどなんか2人で話してるときはタカピンって言うね、もともとここ2人が一番長いかな。だって同じ事務所だったじゃん。そうそうそう、だから俺が16歳か7歳の時かな、バンドでその当時のアミューズって会社に入ったのが。でその当時ちょっと後かぐらいでね、タケルが入ったのね。佐藤健与 One OK Rock 主唱 Taka 是日本演艺圈出了名的好兄弟。他近期带着搞笑艺人 Nobu 品尝美食，竟首次公开 Taka 位在东京的豪宅。今回はまあお礼も兼ねて、はい、ちょっと僕の人生で出会ったものの中で一番美味しいものをですね、ちょっと皆さんに食べていただきたい。へえ、何ここ、博物館や。いらっしゃい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。タカやん。カレー屋の大将なんです。違う違う違う。タカピンです。カレー屋の大将。どうですか。違う違う違う。びっくりした。终于进来塔卡的屋里啦，赶紧来看看有多豪华吧。タカってテレビ出した YouTube 出していいの？あとの交渉です。基本海外だから、こっちに帰ってくるとその俺の友達とかお家を管理してくれる仲間もいるから、なるほど、まあ、みんなでなんか寮生活的な気分で、みんなここで、そうそうそう。 NG とかないですか？ NG ですか？ NG です。それはあの寝室はね、やっぱね、ひょっとしたら誰か言うかもしれない。僕が一番好きな食べ物っていうのが、うんうん、タカピンの作るカレーなんです。進化していってるのよ、そのカレーも。初めて俺が食べた時は一緒にバーベキューに行って、バーベキューに行った時にタカヒロがそこで作ったカキカレーがあったの、はいはい、食べたら美味しすぎてマジでもう本当にすごい食べちゃって、うわー、何これ、あのね、お肉が良すぎてむちゃくちゃうまい。やばいね、シェフ。味もするし、ずっと昔から言ってる我々の持論があって、好きな食べ物何ですかって聞いた時に、生肉ですっていう女の子はエッチ。でもそんな人いる？それをよく聞くし、あれやね。やば、タカシェフ、想像と全然違う。天才の料理。本格偽スパイシーできてるやん。ルーを使わないんですよ。マジで、はい、ええー。お水も使ってません。昨日作ったんですよ、カレーは1日だったら美味しいから。で1日目のやつもいいんだけど、まあ、いつも好きなのが2日目だから、だから今日2日目のやつ。もう世の中の食べ物でカレーが、めちゃくちゃいい匂いする。美味しいっすか？もう歌やめ。飯っす。うまっ。これが食べたかったんだよ、ずっと。あ、すごいわ、すごいわ。ずーっとこれが食べたかった。美味しい。待ったからな、今日待ったからな。美味しいね。ちょっと待って、お前やっぱすごいな。うん、肉食べよう、うん、肉食べて。へっくいね。結婚してくれ。これな、マジで